みなさんどうも、ガスマスクドイヒーです。マスクから口がむき出したの。みなさんたくさんのコメントありがとうございます。今日みんな大好きにゃんこ大戦争、なんだか新しいステージが出てきてるからやってみよう。悪魔の式場、どんなステージなんだろうね。統率力が少ないから激弱ステージだと思うから、速攻で倒していけるメンバーで一気に倒しちゃおう。余裕のよっちゃん89歳、よっちゃん年寄り。ここはライオンで一気に攻めちゃいましょう。ライオンだけで勝てるかな。シンカリオンも出していく。これであっという間、楽勝のシュシュのショー。この調子で次も楽勝だ。おお、アイテムをゲットしたぞ。なんだこれ、なんか特別なガチャが引けるみたいだね。おお、新たな卵がゲットできるみたい。これは頑張るぞ。簡単なステージだから次から次へと突破していく。もう僕の勢いは誰にも止められません。しっかりとアイテムをゲットしていきましょう。ここもあっという間に終わりだ。腐ったクマ出てくんの聞いてないよ。ゾンビ対策できてないけど大丈夫？大丈夫。ブーのブーのすけ細い。ブーのすけって誰？ビッキャビッキャ場合じゃないでしょ。どうすんだよこの状況。鬼にゃんまがいるじゃないか。鬼にゃんま出しとけば勝てるゲームだからさ。このまま次々と敵を倒してけ。ああそれやられた。元猫どうにかしてくれ。めちゃくちゃ押されててピンチ。ピンチ取り越してプチペンチポチ。うわぁ、ムート猫までやられた。どうすんだよ、お金もないよ。とりあえず安い形を出しておくっていう大砲で敵を一気に倒してお金を貯まった。だけど形を出してくらいしかできない。ってちょっと待って、ちょっと待って、押されてる。嘘でしょ、嘘でしょ、このまま負けちゃうのかよ。絶対だ。おお、でかいゴリラ倒してお金たっぷり、一気にキャラ出してなんとか押し返出した。言うて、あのまま負けると思っちゃってたよ。何言ってんの、押し返すに決まってるでしょ。いやいや、完全に焦ったからね。ドイヒーも負けると思ってたでしょ。助かったよ。あとは塔を壊すだけって、腐ったクマ復活してるって、なんとか勝てた。言うて、レクションのシュッシュのショー。どこが楽勝だよ、大苦戦だったじゃないか。次は気をつけて行ってみよう。どんなヤバい敵が出てくるのかな。おお、双子のゴリラ、エイリアンとコケたゴリラが出てきたよ。こいつらの勢いはヤバすぎるかもしれないと思いきや、そこまでもされてない。これだったら大丈夫かもしれないな。意外と押されてないから大丈夫そうだね。当たり前だな、ブラックマ。どんな敵にも負けたことないからね。嘘つくなよ、今まで何度も負けている。もうキャラをどんどん出しまくれ。全員でゴリシゴリシゴリラ押し押し。気づけばこけた方を倒してる。あとはエイリアンだけだな。おお、エイリアンもあっという間におしまい。あとは塔を壊してクリア。楽勝のショショのショ。早くガチャ10連したいからアイテムをどんどん集めていこう。必死に集めて10個集まったぞ。これでガチャだ。10連引いたら限定したら確定だもんね。2体いるからどちらも一気に出てきてほしいね。XP か。さあどんどんいけ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 、頼むからそろそろ出てくれ。あー、全然出てくれない。嘘でしょ、限定キャラじゃないの。ようやく出てくれた。ゆで卵一つ目、美味しく調理してくらいよ。一体で終わりかよ。残念、完全なんだよ、おめでとうやっと。まあ一体確定のだけありがたいと思うよ。それでは早速進化させるとしますか。今回の卵はどんなキャラが出てくるのかな。悪のボディって書いてあるよ。お鍋とかした時に浮いてるやつ。それは悪でしょ、先生が言ってんのは悪。せっかくレベル上げたのに進化素材が足りないのかよ。進化できずにあじゅっぴじゅっぱ。
だけど進化素材なんとか運よく溜まりました。よかったよかった。それじゃあ進化だ、頼むから強いやつ出てくれ、お願いします。あれなんだかそこまで強くなさそうな感じがするぞ。見た目で判断したらダメだって。ネコソシスト、どんなやつなんだ。鳥獣特攻持っていて、たまに悪魔の動きを止めてくれるって。悪魔妨害キャラとか、こりゃありがたいね。それじゃあどれぐらい強いのか早速使ってみよう。悪魔も鳥獣も出てくるステージ、ここで活躍してくれるかな。それじゃあ早速いってみよう。悪魔が来たぞ、悪魔が、頼むこいつの動きを止めてくれ。悪魔妨害は全然いなかったからこれはありがたいぞ。さらには鳥獣にも強いんだもんね。ありがたやありがたや。おお、動き止めてる動き止めてる。このままどんどんいっちゃえいっちゃえ。あれ次の次へと揺られてる。嘘でしょ。もしかしたら射程がちょっと短いかな。ねえ、ことシストだけで勝てるかと思いきや全くだった。そうだね、敵によっては使える場面が限られてくるかもね。もしかしたら妨害として厳しそうで、あじぴちぱちょっと他のステージでも試してみよう。鳥獣は出ないけども悪魔はたっぷり出るからここのステージなんかいいかもしれないな。次こそ活躍してくれよ。ちょっとゾンビ野郎たちが邪魔くさいけども悪魔も出てきたぞ。じゃあとは頼んだ、ネコサシスト。もうなんならゾンビの動きも止めてやれ。悪魔の動きしか止めてくれないから。なんかごちゃごちゃしててよくわからないけどもデビルワンは倒せてるな。相手によっては使えそうで超激励よりも強いぞ。そこまで強くはないと思うけどね。おーおー、すごい量出てきた、すごい量。このデビルワンたちを一気に倒してるけ。誰があんまり動き止めれてなさそうだな。本当にたまにしか動きを止めてくれないのかな。シールドで防がれちゃったら動き止めれないのかな。とりあえずゴリラ野郎の動きも止めてくれ。いいぞいいぞいいぞ、止めれた止めれた。こんな感じでもっと頑張って動き止めて止めて止めまくれ。だけど全然動き止めれてない。結構な量出してるはずなのに動きを止めれてない。これきつい。やっぱりシールドで防がれちゃってるってことなのかな。もっと動きを止めれないと、ね、今年しかそこまで強くないのかも。たっぷりと進化素材使ったんだからもっと活躍してほしいのに。もしかしたら他のステージでは活躍してくれるかもしれないから期待しようよ。まあここで使えなかったかもしれないだけで他のステージでは大活躍するかもしれないもんね。みんなも卵ゲットして進化させてみよう。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。